こんにちは。浅井鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、食欲の秋の時期に食べ過ぎなくて済む方法についてお話をさせてもらいます。秋の時期になるとどうしても食欲が湧いてついつい食べ過ぎてしまうっていうことにつながってしまうんですけど、これはなぜそういうふうなことが起こってしまうのかっていうと、体の中にある酸が大きく関係しています。体の中にある余分な酸っていうのは、普通はこう夏場とかは汗と一緒に外に排泄されます。なんですけど、秋になってきて外が涼しくなってきたりとかすると、汗が出にくくなるので、汗と一緒に出していた酸が体の中にこもってしまうようになります。で、通常の状態だと、この体の中にある酸っていうのは、汗から出ない分っていうのはおしっこと一緒に外に出されるようになってるんですけど、秋になって体が少し冷えてくると、腎臓とか膀胱ですね、この泌尿器の働きっていうのが悪くなってしまいます。なので汗としても出せないし、おしっことしても外に酸が出せないっていうことになってしまいます。で、こういうふうになってくると、今度は胃からその余った酸を出すっていう方法しかなくなってしまうので、胃液がたくさん出るようになって、こうついついたくさんものを食べたくなってしまうっていうふうな、仕組みになっています。なので、この胃液が出すぎてしまうっていう前の、このおしっことして酸を上手に出すことができると、食欲の秋でもこう食べ過ぎずに済むことができます。どうすればいいのかっていうと、足湯をして、足元をこう温めてあげるんですね。で、足元を温めてあげると腎臓とか膀胱の泌尿器の働きが正常化するので、酸をおしっことして外に出すことができるようになるので、食欲の秋になっても食べ過ぎずに済むっていうことになります。気になる方はぜひお試しください。それでは皆さん、また最終お会いしましょう。さよなら。